デイワン、3回戦、4回戦かな？ 3 回戦か。デイワン3回戦目、板橋ザンギエフの試合見ていきたいと思います。いいですか？皆さん。やっていきますか。ちょっとイヤホンだけ呼ぼう。ああ、お腹いっぱい。お願いします。とりあえずこの試合は決め取ったことがあって、ミキサーをめちゃくちゃ打つっていうのと、飛びを負けパターンとして、飛びを食らって負けるのが負けパターンなんで、それをなくす。この2個はとりあえず意識しました、めっちゃ。では見ていきましょう。なんで、飛びを落とせる距離には降りたいんですよ。あんま卓になる距離には降りたくないんで、基本的に近い距離に降るようにします。これ反撃ミスですね。これミキサー確定です。これね、相打ちじゃけど、まあ、一方的な負けじゃないんで、この距離はキープしたいっていうのはあった。で、これ今のは、前チューパー出すと負け取ったんで、あえて出さなかった。はい、まあ、これ。ちょっときついね、これね。ありがとうございます。ありがとうございます。で、このしゃがみチューパーに対してらしいのって、あんまやることなくて、もうミキサー当てるか、タッチダイパン噛み合わせるか、飛ぶかなんじゃけど、結構どれにもリスクがあるけ、あんまでも付き合っちゃダメなんよ、これ。ただ付き合わんようにしても、どっちみちこの距離におらないけんけ、難しいところではありますね。これ美味しい。ここから投げて、おっと、リバサ壊し。ああ、リバサ壊しヒットして負けた。あ、ややこしい、ごめんなさい。これ無視してください。こんばんは。あ、キーディス欲しい。アタックルーターいらんない。で、あ、この弱ミキサーなんですけど、開幕の。これって一応ガードされると、アビゲールの、あ、レベル2をガードされると、タチパン EX アビパンっていうコンボが繋がるんですけど、もうこれは打たれてもいいんで、開幕弱ミキサー打ちました。で、当たればライン稼げて、で、ガードされて反撃食らっても、ザンギさんは絶対 1A 使って反撃してくるんで、CA ゲージ、CA がいけんくなるんですよ。もう序盤の方で。なんで、それ狙いで打ちました。で、置き攻めつかんしね、EX アビパンから。なんで、ここは弱ミキサー打って、あ、全然 OK、全然 OK って感じ。じゃけん、ここは、今のがあったけ、こっから結構こっちも気分的に CA 食らないけ、すごい気持ち的に楽に攻めれた、ここ。これ危なかった。こんばんは。いやー、ただきつい、ただきつい、ただきつい。いや、きつ。勝てるん、これ。とりあえず、なんか、置き技発動したいね、ここでね。タッチ受け。あー、これ、中盤でんか。おいしょ。寝かしてしまえばやらしいでワンチャンありますよ。飛びまして。これどうする、これ。きつい、きつい。ワール打ちたいな、ワール打ちたいな、ワール打ちたいな。あー、ワール落とした。あー、いや、空なった。これだいぶ9.5割。うわ、もう無理。終わった。ただ、ここはもう CA 当てたいんですよね。でも、これ CA 当てたいんですけど、ゲージ入っても、ゲージ入っ、CA までも持っていくのに死ぬんで、もうゲージ入って一気に殺しに行った。で、これ、この EX ワールから、前ジャンプ、タチチューパンに前ジャンプ仕込んで V レバ上がりします。これ。タチチューパン押しとんすけど、これで V リバしとったら前ジャンプで、こう、V リバかわして後ろから殴れます、これ。これ惜しかった。
ギリギリ使ったーってな感じ。そう、垂直はね、あれ引っかかるんで、前ジャンプだったら引っかからんのよ、あれ。ここ落ち着いとる。ただ今の流れあるなって結構俺も思ったけど、ここからは勢いつけていった。まあそれでもやっぱり時間を使ってちょっとじっくりめに行くんですけど。そう、やっぱね、あのこの対空もできるっていうのは、やっぱりその常に対空落とせる、飛び落とせる距離でウロウロできてるけ、あの前中盤が間に合った感じですね。コパンコパン、大パン大パン。ここは無理したくないけど距離を離したくない。キープ絶対。あ、うまい。これね、しゃがみ処刑がある人は3振り擦らなきゃいけない。あ、おいしい、噛み合った。ちょっと遅れとった大パンに負けとったな。うわ、危ねえ。うわー、これおいしい。こんなことあるん。いや、なんか遠いと思ったよね、でも俺若干。これでかい。うわー、ラッこの試合取れたのマジでかかったわ。いや、マジザンギさんの試合がほんまにね、この大会のね、すべてをね、握っとったな、マジで。こんばんは。いや、これ勝てたのがマジででかかったな。結構やっぱザンギさんには、ちょっと苦手っていうか、大会で勝てたイメージがあんまなかったんで。いや、あれ多分届くと思ったんすよ。ただ多分結構レアケースな当たり方だと思う。多分あれは。あれは正解だと思いますよ。ザンギさんがこれは繋がらない。あー、遠かったんよな、多分。結構。運もあった、マジで。で、2回戦目。今の勢いで、今の試合内容で、その九死に一生を得たんで、ここはかなり気持ち的にリラックスしてできた。多分ザンギさんの方が焦っとるなと思った。ただそこでちょっとその勝ち急ぐような動きをするとダメなんですよね。ありがとうございます。まあ基本的にやることは同じですよ。対空できる距離をキープしながら、飛びは倒産で、ミキサーちょっと多めで。壊し込むっす。橋はね、ここもね、自分からちょっと行きすぎると、やっぱり、アビの痛いのもらうんで、他は無理せずに。無理したけど。これ、前接し来るなと思った。痛い。このね、ワールドデカカで潰せるの結構萎えるんよな。これ、おいしい。これ、ジャックワールヒットしたの見て、ネイル派生しました。投げて、これさっきザンギさん前投げなんてリバーサル消去打っとったけ、もう前ジャンプ重ねたらカクったっていう。カクったし、この後の立ち中パン中パンも結構いい選択だったな。死ぬね。いや、パン屋さんありがとうございます。ほんまにありがとうございます。パン屋さんのおかげですわ、マジで。ここも開幕 CA ゲージがあるんで、とりあえずミキサーで一回触ろうと思ったら、こううまく当たったんで、まあ鼻くそほど減っとらんけどな。そうで、ここで
そう、立ち台パンをどっから出たいなと思ったら当たったんで、ラッキーみたいな感じで挟んで、ここはもう結構勝負いく。これマジで美味しかった。これ EXR だったら多分止まれとんだけど、ダイワールは軌道がね、EXR と違うんで、引っかかった。うわ、美味しい。で、CA。死ぬじゃろうな、俺、と思ったんだけど、なんとですね、残るんです。マジでこれほんまに、丸ねと思った、丸ね。美味しい。壊しポイントだったんだけど、もう無理して歩いて投げた。やりがたいっすね。で、なんとかザンギさんに勝って、ちょっとこれはね、まず今大会初めてのよっしゃ出ましたね。よしよしっつって、よしっていうので一つガッツポーズここで決めました。もしかしてしゃがみ中パン発動立ち台パンイーグルなら、いやーでも補正入って無理だったもん。そう、あれがベストだと思う。ってな感じで、久保くんか、ナオンさんの勝者を待つ感じで上で待ってました。